実家の毎日検証生活当たったよ当たったよ「中村屋中華まん食べて当てよ」キャンペーン株式会社中村から当選品が届きましたので開封させていただきたいと思いますなんだなんだなんだって思ったでしょ私も思ったよ でもね、これ持ってる感覚でねこんな感じあのあのねちょっとねあ開封ね開封あのねこれねタワーになんないねタワーじゃないね今週もう本当にすいませんね <laughs> これは現実なんだよ、検証の。ちゃっよじゃばーんああら、これだよっていう、そういう言い方いですね。はい。何でしょう。はい、はい、はい。はい。はい 食べてあてようキャンペーン。この度はご当選おめでとうございます。日頃より中村屋の中華まんをご愛顧いただき、また今回は中華まん食べてあてようキャンペーンにご応募いただきありがとうございます。厳正な抽選の結果、あなたがダブルチャンス賞にご当選されましたので、親子へ小バックをお届けしますって。これさ、確かは肉まん買った時にも、 このペラペラなバッグさ、もらったんだよね。これまたダブルチャンス。親子って書いてあるから。なまさかこれ、あ、これが、この、このエコバッグ、このペラペラな、エコバッグが、この子2個。多分、おっきい、おっきいって言ってもそんな大きくないんだよ。おっきいのと、ち,ち,ちびっこいの。でも一番ちょっと今ね、一瞬びっくりしたのがですね、 これ、柳瀬スタジオって書いてあるんですよ。これ、アンパンマンの、ああ肉まんまんなんだ、これ、中華まんまんよくわかんないわ。多分そんな感じ。まあ、一応でもね、当選の報告ができまして。<laughs> リアクションが、すごい。だこれ、もらったんだん肉まん買ったときにさお、あの、もらった。 さこうペラペラのさあってさなんかこの封筒着た時にさなんかなんかそんなに期待できないなっていう感じがしたんだよなんかうんでも何ももらえないよりもね多ブルチャンスショーでねありがとうございますありがとうございますはいありがとうございますということで今日はですねもうこれだけの紹介でチーンっていうのも何、えー、な,んなんでもう一つ検証これじゃーん これですね。商品が売ってないんだよ、もうすごい。もうこの幻の味噌シリーズの商品がですね、こんなにあるんだよ。幻の味噌シリーズ。幻の味噌、もつの味噌焼き。幻の味噌を使用、もつ煮。幻の味噌、デミルグラスソース、ハンバーグ。 九州醤油仕立て、バター醤油ハンバーグ。ハンバーグとか欲しいよねって思うんですけど、ほんとこの商品が幻なんだよ、商品が。商品が幻で、あのね、もうほんと困って、これ2月28日じんでもね、検証において、この対象商品がめったに見たことないとか、ないとかっていうのはチャンスだと思うんですよね。で、 私は考えたまず、一つ、こういう時に、じゃどうしたらいいかを私は教えてあげましょう。まず、こう、こういう時。あのー、これ、まあ、たまたま今回ね、これね、ほんと不思議なの。こキャンペーン事務局に電話かけ、あ電話っていうか、キャンペーン事務局の、キャンペーンの、このい、この山内本店幻の味噌シリーズお肉をゲットキャンペーンってやっても、日本ハムのホームページにこのキャンペーン出てこないんですよ。 だからこれはハガキを持ってる人しか応募できないような、もう幻かっていう感じでね。で、だいたいヤフオクとかメルカリとかにバーコードだけ売ってる人がいるから、じゃここまで手に入んなかったら、じゃバーコード売ってる人いないかなと思って見たら、このハガキを売ってるね、太と,ときもがいましたよ。ハガキのみ5枚で。 200円かなお前なーって思いましたけど、これね、ハガキなんか買わなくていいからね、これ。あの、ここ住所をここ、これね、この住所のね、ところにこあの、完成はがきで送ればいいわけだからね。それこそ、あの、デコってみたらどうなんですかこれ。 これをさ、ちゃんと書いてさ、この幻のこれ、ここ暇じゃん。ここの裏、裏面が暇じゃん。そこのおっさんの絵とかさ、書いてさ、デコってみたらいいんじゃないですか当たるんじゃないですかデコはがきが当たるんだったら。私は、あの、このはがきじゃないと当たらないわけじゃないんですよ。あのだってここの、ご己注意のところにさ、 ご応募いただいたハガキバーコードの返却をしません。お一人様何口でも応募,応募できますが、ハガキ1枚につき1口とさせていただきます。パソコン、携帯電話の応募はできません。えー、同時期に実施されている同例の日本ハム消費者間キャンペーンに重複して当選することはできませんって書いてある。だから、重複して、だから、ハガキの うん、はがきはね、こう書いてある、えー、そう、はがきの記載不備。記載不備がダメというだけで、まあ大体私こういうのでないとき、はがきが、あの、ないときはですね、あの、バーコード4枚専用はがき、もしく、あ、ここに書いてある、ここに、もしくは郵便はがきに添付の上って、 この要項を守ればいいってことです。ただ、不備があるとダメなのと、あのー、同じようなキャンペーン、同時開催のキャンペーンに重複して当たるってことはできませんって書いてあるので、まあ、例えば、買ったレシートとかですね、えー、そういうのでは他のわらしべを狙おうとしたときは弾きますよ、的なことが書いてあるので、だから、理論的には、あの、馬鹿正直に、 あの、はがきで出すときの名前と住所と分けて、あの、分ければ分かんないってことですよ。あの、傍聴剤もそうですけど、と全く、そう、例えば自分の、えー、まあ一番、そうね、現実的なのは実家実家で親の名前とかだったら、あの、そう実家の、 親だから、生命も違うわけだから、住所も違うわけだから、そんな追えるわけないんですよ。だから、あの、それがいいですよね。自分の住所、同じ住所で同じ名前で応募したら、そうこいつダブルで応募したいんじゃん。重複って言って外される可能性はあるけれども、実家とか、あとは、ま、実家だな、一番可能性があるのは、ま、30代、40代とか、 まあ、50代でもなんお親生きてる,ると思うんで、50、80問題ってあるぐらいだから、親は一応生きてるから、あの、親に頼んで、とか、でも検証ぐらいでね。であの、例えば、親世代ってだいたい60以上の方、まあ、ちょうどスマホが使える、 分切りぐらいの60以降の方って、まだ個人情報保護法がきちんとなされてなくて、その、検証に応募すると変なダイレクトメールがいっぱい来るっていう状況が、えー、昔いっぱいあったので、検証に住所使われることに対して、むちゃくちゃあの、アレルギーというか、いやーって思う。もうそんななんか住所抜き取られるっていうような発想の方が多いので、まあなかなかちょっとね、 あの、協力していただくのはきついと思うんですけど、でもなんか、あの、まあ、なんかね、そういうのも、親だと頼み事とかっていうのは、まずちっちゃいことを、ね、頼んでから、ちっちゃいことを繰り返して頼んでるうちに、まあまあ協力的になってくださるっていう、そういうのもあったりとか、あとはだからその、まあ、 えー、なんだ、親との絆っていうのかな。まあ、こういう検証を通じて、ちょこちょこ、あの、顔出すっていう、えっ、ー、と、子供を孫を連れていくとか、まあ、そういうようなことでですね、あのー、楽しくいければなと。まあ、でも、無理する必要はないんです、別にこんなのね。その、あのー、そこまで結局、検証って運なので、なんか、無理くそ悪いことをして、悪いことっていうか、まあ、あのー、 まあ悪くはないし、別に犯罪ではないけれども、普通だったら1個しか出せないのに、バーコードで出します、レシートでー出しますって。まあ今回の場合、これはバーコードに限ってなんですけれども、でも他のキャンペーンで日本ハム商品を1000円以上買ってっていうのと絡めて応募できるキャンペーンもあるかもしれないじゃないですか。そういうのと並行してやって、わらしべを狙うって行為は、まあ、どちらかというと、この、 かこのね、検証主催者にとってみては、あまりよろしくないかなと。そういうよろしくないかな的な行為をして、やっぱり、運はつかめないかなっていうのが正直な、えー、私的な考えですね。なんかあのー、だからね、結構こういうさ、例えばこんなんただですよ、スーパーでさ、 私、これどこのスーパーで持ってきたか覚えてないんですけど、でも私のあの、ブログ見ていただければ、検証ハガキ情報なんとかって店が書いてあって、そこでその時にゲットしたハガキをバーって載せてるんで、そこの店に行けばあります。あのー、これね、今探してるんですけど、サービスカウンターとか、あとは店員の人に聞いても、秒殺でないっす、いイす って言われるだけ。とからもう自分で宝探しのように探すか、で、こういうない商品はですね、あの、ここの、ここにカスタマーセンターコミュニケーション株式会社とかあるでしょこの、このキャンペーン事務局に電話をかけて、あの、これどこで売ってますかって聞くと、あの、自分の住所とかを、あの、教えるんですね。この大まかに。 ここら辺の地区なんですけど、とかって言うと、あの、こう取引してる、売ってる店を教えてくださいます。はい。あの、諦めないでね、この商品を。検証はやっぱりね、その、バコードだけを買うとかね、ハガキを買うとかね、そんなことしてね、当てるとかよりも、やっぱ自分でこの商品に出会って、巡り合って、で、あの、無理なき範囲でですね、ここに、ね、貼って当てるっていうのが一番、あの、楽しい。 一番正当的なことなので、あの、この、結構ね、やっぱり、あの、人ってね、株の人とかもそうなんですけど、この、企業に電話するっていうのがなかなか億劫だったりめんどくさかったりとか、あなんか、ちょっと、ちょっとなって思う人多いんですけど、でももうそこを勇気を持ってですね、せっかく僕、キャンペーン事務局問い合わせあって、これ一回でもね、かけてみるとね、 対応がね、もう紙レベルにやっぱりオペレーターの方ってか紙レベルにいいんで、私なんかはプリマハムとかで電話かけて、え、あの、聞いたりとかしたことがあるんですけど、あのギフト商品ってこっちはハガキ書いてあるんですけど、これはどうですかねとか、相鉄ゼンのハガキがゲットできなくて、それについて何の商品が対象なのかとか、いろいろハガキがないもんだから、 聞かなきゃわかんないって時に、やっぱこういう風に、あの、書いてあるキャンペーン事務局に電話をかけて、で、普通のハガキで大丈夫なんですかとか、えっ、ー、と、主な商品、対象商品は何ですかとかね、こと細かいなんかの、ことを教えてくださいます。はい。なので、あの、疑問があったら、その、対象外の不備のあるハガキを送るのが、これ一番当たらない。 原因なので、これ大丈夫ですかっていうのを、ここ確認するといいんですよ。まあ、これ、あの、フリーダイヤルだったらすごくなんかあの、申し訳ないなって気分なんですけど、だいたいナビダイヤルとか、あとこういう普通の企業の番号なんで、そこにかけてですね、お忙しいとかすいませんの一言から始まればね、こちらは仕事なんですから、あの、教えてくれます、丁寧に。すっごいなんかあの、 そ、それね、その一手間が当選率が上がる、やっぱポイントだと思います。あの、自分でね、これいけんだろみたいな感じで貼って、れんとにこれだからって、あの、例えばですね、あの、丸宮のふりかけの、あの、この四角いさ、マークと、あと箱の麻婆豆腐とか、釜飯とかの、あの、混ぜ込みご飯とかの、こういうあの、丸宮のマーク、 があって、そこにこう、こう、ちっちゃくアルファベットとか数字とか書いてあるんですよ。で、もちろん振りかけはもう、あの、ペラペラだから、箱、箱のとちょっと違うんですけど、もともと。でも、ちょっとね、素人だとわかんないんですよ。何が今問われてるのか。 で、でも、同じような、あの、丸見屋のやつだから、OK だろうって、振りかけのを貼っちゃったりとかすると、それも違ったりとかするんですよ。で、このキャンペーン事務局の方は、その来た応募はがきで、まず多分、その応募要項に当てはまってるか当てはまってないかで、第一チェックで当てはまってないやつ弾いたりとかするんですよ。まあ、一番は、郵便料金が足りてない。足りてなかったらもう差し戻しやん。 受け取りませんって拒否する。あとは、この応募要項の、そのきちんとした、あの、ここに通っているですね、対象商品じゃないものを貼ってあったりとか、あの、金額とかが満たしてないやつを弾くっていう、まず作業をして、そ、そこの荒いところを通過したものの中から、応募者のデータを入力して、えー、おそらく自動抽選で、あの、 当角が決まるみたいな、そんな感じになっていくので、まずその、第一感もきちんと突破しないとダメなんですよ。だから、この規定の郵便料金を払うこと。で、ここの対象商品をきちんと貼ること。その対象商品のバーコードとかが自己満足にならないように、ちょっと不安だったりとか、ちょっとわかんないなと思ったら、これに必ずなんかハガキとかに大体キャンペーン事務局があるんです。 逆にこう、事務局とか質問とか受けてくれないような企業の検証はちょっと、ちょっと危険、危険だったりとかするんです。本当に。あの、検証のね、検証がブームになってくるとそういうのにつけ込んだ詐欺とかがあるんで、そういうの本当注意した方がいいんです。で、私はもともとその当選率が高い、当選率を上げたいっていう目的でやってるので、その、花からも、 当選率が低いツイッター検証、ツイッターのフォロー、リツイートとか、あれも一応検証なんですけど、その100個やって1個当たるか当たらないかっていう確率のものをやるよりも、もうこういうはがきとかで自分でバーコードを貼る、あの、これクローズド検証っていうんですかね。それの方が当選率が高いから、まあ、これだと8割9割当たるんですよ。で、私はだいたい 当選率結構高い方なのであのもう自分のこの何で当たるんですかあの心がけてることはもうこれこれ対象商品を絶対間違えないとか金額を間違えないとか住所氏名をきちんと書くとかねそれもだから消えないボールペンで書くとかフリクションとかダメなんですあれ消えちゃうから 寒熱紙とかも、あの、糊とかを、あの、もうその、消えちゃわないような糊。かテープ糊とか、水分を含まない糊で貼るとか、あとはその、消えちゃいそうになるようにならないように、だから天気が悪い時出さないとか、それくらいですよ。これ、綺麗に、綺麗に住所書いてぼ、募集要項をまずきちんとすると。その上で、あとはですね、 あのー、まあ、私は、私はこういう、ほら、あの、単純にですよ。単純に A 書、B 書、C 書ってあって、これはね、あのー、4枚、4枚貼って、4ピンのいずれかのバーコード4枚一口なんですよ。4枚一口で、 A 賞が2万円、B 賞が1万円、C 賞が味噌漬けって。これ A が10名で B が30名、C が60名なんですよ。こしたら、じゃあ誰、どれが当たる確率高いですかって言ったら単純に C 賞なんですよね。うん。だから、まあでも、その時の気分ですね。私はだからこう考えて、まあ一番当選率が高いのはじゃあこれでどれですかって言ったら、これなんです。 だから当てたいっていう目的を達成するためだったらこの C 賞にあの応募するのが一番確率が高いんです。でもじゃあこの味噌漬け欲しいですかって言ったら私あの味噌漬け好きじゃないからやっぱり B かなとか。 あと、いや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 、し、こえー、狙うでしょう、みたいな。そこは考えてね、やるんです。私、何枚も何枚も、はがき出さないので、その時に、 あの、自分の目的を決めて、これ理論はこうなんですよ。理論はこうだけど、検証やるからには、欲しくないものを数当てたって面白くないじゃないですか。欲しいものを当てるのが検証じゃないですか。こんなのがあって、みんながさ、これ60名のさ、これが取りますよなんて言って、こっち応募するのはこれ逃げで簡単ですよ。でもね、あの、勝負するときあるんですよ。だか、あの、瀬戸大也の、 金のクオカードの時もね、確か瀬戸大学の金のクオカードは10名様で、500円かな ?500 円のクオカードが100名様とか、それくらいの比率でね、10、10、90で、だからもう1割しか当たらない方の5000円のクオカードの方を勝負かけたんですよ。それで当てたとかね、あとは、まあ、あえて、あえて、そういう勝負に入れて、 まあ、例えばこれだったらこっちの2万円に私は勝負するよって言って当てるっていうのがやっぱりあの美学だと思うんですよねやっぱり本当に運がいい人はそりこ,こんなのに逃げないと本当にいやそれは簡単だよ、うん、あの逃げるのはねでもそんなしょうないやんってもう本当に欲しいものを当てるタイからみんな検証をやって あの、なんかこう、夢を描きたいわけじゃないですか。うん。だから、ちょっと今回はですね、うん。で、今回結局、今回じゃあ私はですね、夢描けよとか言ってんだったら、これ行くよ、これ。で、これ、これ、やっぱみんな絶対こっちの方がいい、いいべ、2万だもんだって。こっち行くよだって、こんなにバコードが、 ていうか、この商品が、だからもうどこにあるのかとか、このハガキがあんまり出回ってないとか、もうこれチャンスだと思うね。チャンス。まあ、こればっかり言ってますけど。で、結局、もう、最終、どこにも行ってないと。そういう状況になったら、もうでも、これね、ほんと検証の七不思議で、ハガキあるけど商品ないっていう問題も結構あるんですよ。まあ、一つは、 サービスカウンターの人とか、あの、その、品出しの人とかが、もうやる気ないやつに当たると、あ、そんなことないですよ、で、探しもしない、問い合わせもしないって感じなんですけど、気の利いたサービスカウンターの人とかだったら、あの、本当にちゃん、ちゃんと調べてくださって、で、さらに、取り寄せまでしてくださるえ、神のようなスーパーもあるんですよ。うん。あの、 はがきあったんですけど商品ないんですけどって言ってでもこれこれを食べたいんです欲しいんですよねとかって言ったら「あお取り寄せさせていただきます」って言ってあのまあそのスーパーとかでも店舗によってその面積売り場面積の関係で主力商品しか置けなかったりとかすることがあるんですあの都会の方のスーパーだと。やっぱり 郊外の方のスーパーだと、だだっ広いじゃないですか。同じ店なんだけど、同じチェーン店なんだけど、あの、店が広い面積だといろんな種類置けるけど、バーって置けるけど、あの、やっぱ店舗が都会は狭いので、主力しか置けないとかっていうので、そういうのにない場合もあるので、だから、まあ、そういう時は取り寄せてもらうとか。で、あと、あの、裏技がありまして、 あとはですね、これ、アマゾンがね、本当にね、何でも売ってんだよ。アマゾン。アマゾン。アマゾン。これしか売ってなかったけど、アマゾンで。ハンバーグないんかいって調べたんですけど、アマゾンでね、ハンバーグなかった。買ったよ、アマゾン。アマゾン早いよ。注文したらすぐ来るから。で、アマゾンはね、 アマゾンプライムに入るのをおすすめしときますね。だってさ、ほんと手厚いんだよ。そこのアマゾンプライムのね、いくらかかるかわかんないんですけど、なんか,かカードみたいなのが来るんですけど、アマゾンの。まあ、アマゾンもジャパネットもそうなんですけど、その費用をね、削ることによってのメリットよりもデメリットの方が多いと思う。例えば、アマゾンプライムとかだと、まず、あの、即、即来る。 っていうのと、あと送料が無料だったりとか、あとは、あの、ポイントが付いたりとか、Amazon ってほぼほぼポイントつかないんですよ。でも、Amazon プライムに入ってるような上得意様にはちゃんとポイント付けるんです。だから、これを買うと何パーセントか、普通の人だったら、つかないポイントがつくわ。送料もかからないわ。っていうので、Amazon そして Amazon はね、値段がね、結構変動するんですよ。 定価で売ってるのが基本だったりとかするんだけど、いきなり値段がグッてなんか下がったりとか、え、これ安,安くねとか、え、これ高くねとかって思う時があるので、やっぱそこら辺は、あの、基準の価格とかちゃんと知っておいて、買うと。で、これこれ、あの、常温なんでね。これこれ冷蔵だと思うでしょこれ常温なんですよ、常温。す、すごいですね。これしか売ってなかったんですけど、検証のためにですね、 そか買いました。うん。アマゾン便利よ。これ、ボイルで、なんで、ちょっと、あの、この、もつ煮。幻の味噌を使用した、味噌だれで仕上げたもつ煮です。ちょっと、ちょっと、<laughs> っとこれ <laughs>、こんなになんか熱く、熱く、熱く、これはすごい欲してたんですけど、そこまでして、これ、 もつにあなた食べますかって言われたらちょっと今なんですけど、いいんですもうそういうのも含めてこの頃のあの、えー、ちなみに価格がですね、1個321円。321円の税、税、税金ですね。だから、えー、1300円ぐらい。4つ買って1300円ぐらいで、まあ宝くじだよ。宝くじよりも、えー、 当選率は高いよ。宝くじよ、りも。あの、この、宮崎牛食べ比べセット、2万円を当てる、えー、の目標に、バーコード4枚貼って、えー、1300円で2万円を狙うっていうので、宝くじ3000円を買うよりも、えー、この2万円を当てる確率は高いと。うん。そういうことで私はですね。まあ、それにして、これはた、食べちゃえるんで、これ食、食事の、えー、一品になるんでね。 ええー、まあ、そういう感じでですね、検証を楽しんでおるという話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。嬉しいよ。嬉しいよ。はい、嬉しくね。嬉しい。ほん嬉しい。嬉しいよ。当たったよ。当たったよ。ご視聴ありがとうございました。あの、検証に関するご質問とかありましたら、私、正直に、ストレートに、ちゃんと言うから。本当に。あの、 聞いてください。何でも。ということです。